はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日は、47番の八坂寺に来てます。ちょっと事情があって飛び越えてしまったんですけど、44番に行く予定が47番に来てしまって、今ここにいます。で、参拝、本宮弘法大師と終わって、で帰るところに、お二人の女性と知り合いました。福岡からいらっしゃったんですよね。はい、福岡です。福岡で、はい、はい、お名前は藤倉です。宮内さんです。宮内さんですね。はい、はい、どんな関係のご職業？私リハビリで。リハビリ関係の。私は事務職です。あ、事務職やってるんですね。はい、はい、そうですか。ね、今回このお遍路っていうのはなんか目的がどんなきっかけっていうかありました？はい、私2年前に高野山に行ったのがきっかけで、それから一人で始めまして、お大師様大好きになりまして。ああ、高野大師さん、そうですよね。はい、歩いてていろいろなことを気づいて、本当に人生今変わってるところです。あ、そうですか。はい、で私がやってて、はいはい、やってるんよって言ったら興味持ってくれて、あ、今日初めて一緒に行こうって言って。やっぱり、あ、今日初めてじゃん。初めてで2人で来ました。それもやっぱりご縁だね。そうですね、弘法大師さんのご縁でこうね、人づてでこうやってご縁もらえるから、うんうん、ね、はい、素晴らしいことですよね。うん、そうですか。じゃあ今回は何番まで行かれるんですか？今日道後温泉の何番ですかね。うん、温泉街のところ。あ、そこまで。はい、うん、あ、本当に。じゃあお仕事のやっぱり予定とかそういうのあるからつなぎつなぎでね。あ、そうです、今日は一泊二日で。あ、そうなんですか。はい、わかりました。お二方とももうご結婚なさってる感じですか？結婚でお子さんいらっしゃって、はい、私まだです。あ、まだこれから。これからです。ボーイフレンドはいると。いない。これからできますよね。はい、素敵な方だから予定です。バッチリです。今日お参りしたらもうバッチリ。じゃあ良縁を。なんか奥に1万体の阿弥陀如来がある。阿弥陀様、うん、地下に行くといいですね。地下、はい、あ、ありがとうございます。地下があるんです。この裏から入ってくる。あ、行きます。うん、そこ僕行ってきたんですけど、すごく良かったですね。ありがとうございます。ね、そういうことで、じゃあこれから、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、僕も頑張りますので、はい、9月から世界一周。世界楽しみにしてます。ありがとうございます。またいろいろアップしてください。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあね、バイ。